んでもみんな昆布で出汁を取るのよ。お鍋の中からぼわっと久本雅美が登場。いつだって羅臼昆布差し入れも羅臼昆布。そんなの常識。わっはは本舗しばたしばた、はっはははは、しばたしばた、はっはははは、しばたは昆布で出しとる。